アドレナリンモブはアメリカ合衆国のヘビーメタルバンド。シンフォニー X のボーカリストとして知られるラッセル・アレンと2006年にソロデビューを果たしたギタリストマイク・オーランドを中心として2011年に結成された。アレンとオーランドはアドレナリンモブ結成前から3年にわたりデモを作り続けており、当初はアレンのソロアルバムとして発表する構想もあったが、最終的には 新バンドの結成という形に至った。そして彼らは、当時アベンジドセブンフォールドを脱退したばかりのマイク、ポートノイをドラマーとして招き、オーランドは2012年のインタビューにおいて、ポートノイがバンドに入ったことで、音楽的には、すっかり変わったよと振り返っている。なお、アレンはデビュー前のインタビューにおいて、バンドの音楽性を、ロブゾンビとブラックレーベルソサイアティと、 ディスターブドを合わせたようなモダンなサウンドだけど、そこでロニー・ジェームス・ディオが歌っているような感じさと説明しており、オーランドはこのバンドはシンフォニー X やドリームシアターの流れにあるわけではないとコメントしている。2011年6月24日、バンドはアーレン、オーランド、ポートノイ、ポール・ディレオ、リッチワードの5人編成でニューヨークのヒロボールルームにおいて初ライブを行った。 同年8月にはセルフタイトルの5曲 EP をリリースしてレコードデビューを果たす。しかし2012年初頭にはディレオとワードの脱退が発表されディスターブドのメンバーとして知られるジョン・モイヤーが公認ベーシストとして加入した。2012年3月初のフルレングスアルバムオメルタがリリースされアメリカのビルボード200では初登場70位となった。2013年 マイク・ポート・ノイがスケジュール上の問題により脱退し、トゥイステッド・シスターの AJ ・ペロが公認ドラマーとして加入した。2014年2月には、モイアーとペロを含むラインナップによる2作目のスタジオアルバム、メイン・オブ・オーナーがリリースされ、ビルボード200で初登場99位となった。しかし、モイアーは同年8月に脱退を表明し、公認として、 エリック・レオン・ハルトが迎えられた。2015年2月10日、バンドはカバー4曲やアコースティックセッション等を含む EP ディアリー・デパーティッドをリリースし、同作収録曲のうち3曲でレオン・ハルトがベースを弾いた。同年3月20日、バンドのツアーバスの中でペロが心臓発作により死去した。2017年6月、バンドは デビッド・ザブリドースキとジョーダン・カナータを迎えたラインナップによるアルバム We the People を発表するがアメリカツアー中の7月14日メンバーを含む9人が乗っていた RV 社がフロリダ州で事故に遭いザブリドースキが即死して事故により重傷を負ったジェーン・トレインも8月23日に死去したなおアドレナリン・モブの歴代メンバーの内ーランド・カナータ モイヤーの3人は2017年にルーカス・ロッシュと共にステレオサテライトを結成し、同年12月にデビュー曲グラスハウジズのミュージックビデオを公開している。ありがとうございます。